北九州に、もう俺の大親友のトミーがね、ちょっと来てくれて、ちょっとまあ、インタビュー、あとまあ、今日せっかくですね、そのブランドトレードをちょっとしようと思ってるね。で、トミーはね、まあ、その俺の嫁さんの紹介で、もうすごい仲良くなって、年も一緒で、なんとね、サンフランシスコまでまた遊びに来てくれて、あの時はもうちょっともう死ぬほど遊んだね。そう、懐かしい、ね、懐かしい、懐かしい、懐かしい。で、今日わざわざ本当いろんなこう仕事でちょっと回ってるみたいだけど、ちょっと捕まえて、一緒に飯を食った。で、トミーが何しとるかっていうと、もう俺も詳しくは知らんけど、まあ、本当チェリープールサービスっていう、プチケートブランドをちょっと今大きくするためにいろいろビジネスをね、やってるね。ちょっとなんか説明してもらってもいいかな。チェリープールサービスはスケートプール、スケートプールを作るためにそのコンクリート代稼ぐためにアパレル売り始めたっていうのがチェリープールサービスのスタートになります。いや俺なんかもう絶対一緒にやったら面白いだもん。プール、ね、プール、俺なんかミスタープールやし。そうプールそうやん、プールやんね。もうプールったもん、うん、俺やもん、うん、そうやん、そう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 、うん、だけどね、あ、なんか面白いことができたらいいかなと思って。で、今日はね、せっかくやけんお互いのブランドを、ちょっと交換してトレードして、いこうかなと。はい、なかなかこれはね、もう俺は普段あげんねんけど、この AT ロゴの、フリースのキャップとチェリープールサービスのコーデュロイキャップです。はい、ブランドコンセプト、うん、俺のはね、別にない。とにかくもう好きな人が、好きなように で、 できれば本当はインターナショナルブランドにしたいけどね。その、まあ、いろんな人が、隔たりなく、うん、なんか本当来てくれたり、あとなんか俺のやっぱバックグラウンドやね、そのいろんなことにこう興味持ってやるような人に、なんか俺はこう成長してもらいたいと思って、一応ね、このブランドをすごいこう気に入ってプッシュしてるし、もう友達にしかあげたくないし売りたくない、あと俺のこう人生をこう理解してくる人にしか渡したくないブランド、めっちゃ気に入ってる。使ってください。ありがとう。かっこいい、これコーディロイの。もちろんめっちゃいいやん、めっちゃいいやん。下見て下見て見える。ああ、サイズもいい感じ、うん、で今日ねステッカーもこんもりもらったけどね、うん、ちょっとあの自分のスケボーに、うん、ちょっと貼ろうと思ってるわ。かぶってみてよ、どう？俺これ似合うと思ってさ、ちょっとちょっと待って。いいや、いい感じ。これにノースのバーシティジャケットだら、たぶん俺かっこいいと思う。オッケー。というわけでね、やっぱね、こう好きなことをに情熱を燃やすってことはもうすごいいいと思うし、やっぱこうやって俺パッション持ってる人と会って飯食ったり近況報告するのはね、ものすごいやっぱ面白かったわ。で、お互いもう父ちゃんやけどね、3人3人です。追いつきました。3人全部男だね。いや、男1人、俺双子おるんよ。双子2人。双子は男女、双子両方女、女、男女、女、うん、来ないね。また今度会ってよ。うん、そうや。ようこそ国来、また来てください。というわけでインタビュー動画、グランドトレードThat's what you're doing today.